ご覧いただいている間に井上さんの略歴をご紹介したいと思います。1963年の京都市の生まれです。同志社大学の文学部を卒業されまして、97年の京都新聞社に入社されました。我々、京都新聞のスタッフの先輩でもあります。社会報道部や文化報道部、北部総局を経まして、論説委員として社説や論語を担当なさいました。現在は龍谷大学、同志社女子大学でメディアリテラシーや映画、映像文化論を教えておられます。記者時代のですね、京都新聞記者時代の連載には劇場空間京都というタイトルのものや、日本映画の扉を開けてというタイトルのもの、また著書にですね、シネマの画長、映画監督、映画美術監督西岡義信の仕事と人々、それから銀幕の賞などがございます。では井上さん、よろしくお願いいたします。聞こえておりますでしょうか。聞こえましたね。すみません。ただいまご紹介に預かりました井上梨紗子と申します。皆様、ようやくお目にかかりましたね。本当に嬉しいです。1年半前にこのイベントが延期に、コロナで、ね、延期になってしまいまして、どうかなと思ったんですけれども、今日は本当に少しね、ぐっと寒くなりましたけれども、わざわざお運びいただいてありがとうございます。映画の話というのはすごくやっぱり楽しいお話が多いので、皆様に楽しいお話を届けられることを私もワクワクしております。で、まあ、今日はですね、西岡義信さんにはご紹介されましたけれども、2年前に97歳でお亡くなりになりました。ずっとね、うずますで活躍されてきた美術監督のお仕事を通して、映像都市京都、映画都市京都の魅力を再認識していただいて、そして皆様にますますふるさとの、ね、誇りを持っていただきたいと思います。ということで、西岡義信さん、実際には約70年、京都の太秦の映画現場で、ね、働いてこられたんですが、とはいえですね、西岡さんが映画界に入られるのは太平洋戦争が終わってからのことです。で、それまでもね、京都というのは国内外に名だたる映画都市でした。で、映画というのはそもそも1895年にフランスのリュミエル兄弟という、ね、人が発明しました。で、そしてなんとですね、京都の実業家の稲畑勝太郎という人が翌年フランスでこの新しいメディアに出会っています。そして稲畑勝太郎のすごく優れたところはですね、ただフランスでその映画を見てもびっくりするだけではなくて、あ、これはいいということで、その機械、ね、映画の機械と、そしてそれを扱える技術者、そして日本での興行権、それをね、自分と一緒に持ち帰ってきたわけです。そして翌年、年が明けて1月の大変寒い日だったそうなんですけれども、三条木屋町下がる、今はホテルになってますけれどもね、旧立成小学校の跡地のところ、昔は電力会社だったらしいんですけれども、そこにこう天幕を張って、そして日本で初めて映画というのが投影されたわけです。で、これはね、本当画期的なことです。と言いますのは、ヨーロッパの、ね、先進的な技術を紹介する役割の、ね、見本市みたいな役割を果たしていたパリ万博というのがありますけれども、パリ万博何度か開かれているんですが、この映画の機械が発明されてから後の、ね、パリ万博というのはまだ開かれておりません。そしてもちろんインターネットもありませんし、当時まだ飛行機もありません。飛行機の発明は1905年ですの で、そんな時にですね、京都の実業家、新種のね、気風あふれるってよく京都のね、代名詞で言いますけれども、新種の気風あふれる、京都の実業家が、映画というのをこう京都に呼び込んだわけです。
この稲畑達太郎という人をちょっと紹介しますけれども、和菓子屋さんのね、京都の和菓子屋さんの息子さん、そして若干15歳の時にフランスに留学するんですね。で、その当時の京都というのは、蛤門の変とか、戸川伏見の戦いとかでもボロボロになってしまってます。その上、東京に都が行ってしまって、人々の心に落ちてしまってる。で、ここで何かね、やっぱり新しい京都に産業をね、作らないとダメだということで、若干15歳のね、和菓子屋さんの息子さん、大変優秀だった方らしいんですけれども、京都の未来を背負って、そして染色とか織物でね、産業を学んでくるために、リヨンにね、留学します。そしてこのリヨンで出会ったのが、その時、まだ15歳だった、後に映画を発明するリュミエル兄弟だったんですね。もちろん少年たちはその後ね、別れて、稲畑達太郎は京都に戻って大成功を収めるんですけれども、たまたま20年後ぐらいに、稲畑が商用で、ね、フランスに渡った時に、たまたまね、リュミエルが前年、その前の年に映画というすごいものを発明したということで、ね、稲畑君ちょっと見ていてくれないかということで、そこで初めて、ね、稲畑、京都の、ね、起業家が映画に出会うわけです。まあ、新種の、ね、気風あふれる京都の企業人がもう本当に世界に先駆けて映画という、ね、新しいメディアを京都に呼び込んだわけですね。で、次の立役者は、ね、皆様ご存知、牧野省三です。牧野省三は、京都京北町の出身ですね。山国隊、山国村、当時は、ね、いました、時代祭りの時にね、ピロピロって先導して入ってくるあの山国村の、ね、出身でした。で、当時は、千本通りにあった芝居小屋の千本座というところの若き座主を務めていたんですけれども、この人にも、ね、白羽の矢が当たります。どんな、ね、役割を担われたかというと、ね、日本の映画を作ってくれっていう、ね、そういう役割です。それまでというのは、映画というのは輸入した、ね、フィルムばかりを上映していたんですね。だけれども輸入品ばっかりだったら面白くない、日本で映画を作ろうということで、そして牧野省三が初めて撮った本格的な時代劇が1908年の本能寺合戦という、ね、映画を撮りました。これがね、日本の本格的な時代劇の第一号です。牧野省三というのは50歳で亡くなられてしまうんですけれども、それまで、ね、亡くなるまで300本近い映画を撮られたというふうに、ね、伝わっています。で、この牧野省三なんですけれども、すごいこうベンチャー精神にあふれたアイデアマンです。ね、よく言われる、ちょっとしたアクシデントが元になって、トリック映画というのを、ね、発明します。目玉のまっちゃんがボンとね、ガマになったりするあれですね。それとか簡単な、ね、映画の理論というのを構築します。一筋二抜け三動作かな。一つは脚本、撮影、そして演技。この3つが揃っていい映画だよという、ね、簡単な映画の理論というのを構築されます。そして私が一番、ね、素晴らしい功績だなというふうに思うのは、撮影上ね、すごくいい機材を揃えた撮影場をどん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 建てられたっていうことなんですね。で、一番最初の撮影場というのは二条城撮影場というところですね。今二条城の南東の角かなに、ね、日が当たってますけれども、あそこが一番最初の撮影場とはいえね、本当にこう外に天幕を張っただけのとっても、ね、簡単な撮影場だったらしいんですけれども、そこを皮切りにして、法華堂、大将軍、そして東寺院、そしてお室ですね、どん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 新しい機材を備えた撮影場を建てていきます。で、この方ですね、やっぱりすごく先見の明があるんですね。最初映画というのは海の向こうからやってきた見せ物でした。もう単なる、ね、珍品、ね、ちょっとびっくりして終わりみたいなものではなくって、牧野というのは、いや、これは新しい娯楽の柱になる。そして、この映画というのが京都の産業 の、ね、の柱になるというふうに、ね、そんなふうに考えられて、どん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 撮影場を、ね、建てていかれるわけです。ね、ベンチャー精神あふれるアイデアマン、
この方が京都を、ね、映画作りの町に押し立て上げられていくわけです。そして次の立役者、これはどちらかというと人ではなくて場所ですね。うずまさという、ね、場所です。うずまさで一番最初に撮影所を建てられた方、これもご存知、坂東妻三郎さんですね。坂東妻三郎さん、若干23歳の時に自分専用のスタジオをね、右京区のうずまさ八ヶ丘に建てられます。一つだけの、ね、建物だったらしいです、大きな、ね、スタジオで。これが今の東映京都撮影所のある場所、ね、初めてうずまさで自分専用のスタジオを建てられました。で、非常にね、あの辺りには、昭和初期あたりまで、まあ、いろんなね、映画会社ができたり、こう吸収したり消えていったりしてますので、ちょっと、一時期何軒ぐらいあったというのは難しいんですけれども、大体昭和初期ぐらいには10カ所ぐらいの、ね、撮影所がうずまさの界隈に立ち並んだというふうに言われています。で、うずまさというのは、ね、非常に好条件でした。一つは今言ったように竹やぶ、ね、ですね。ですので、こう切り開けば、まあ、土地があるわけです。そしてそれまでの撮影所というのは東寺院とかお風呂とかちょっと北の方ですよね。ではなくて、うずまさの好条件、ね、その2番目は桂川が、ね、近いということです。セットに、ね、使う木材とかを桂川を経由して、亀岡とか北小幡とかね、北部の方から流してこれる、ね、それもありました。そしてもう一つは嵐電が、ね、通ったことです。嵐電が通ったことによって電力が、ね、安定して供給できる、そういう、ね、条件があって、伝統の町に出現した非常に新しい若者たちがね、闊歩する町、そのうずまさが映画、京都の映画を魅力あふれるものにしていくわけです。ですから時々ね、なんで京都が映画のふるさとやねんというふうに言われた時に、ね、いや京都ってロケするのにちょうどいいやん、神社仏閣たくさんあるしっていうふうな言う人がいるんですけどね、まあ、とんでもないです。そんなことだけではね、映画のふるさとにはなりません。やっぱりこう新種の気風あふれる京都の企業人がね、次のバトンを巻くのにベンチャー精神あふれる、これも京都っぽいですよね。ベンチャー精神あふれるアイデアマン、そして伝統の町に突然現れた若者の町、うずまさんというところで、ね、こうバトンをついてきたことによって、京都が映画のね、ふるさとに呼ばれてというふうに呼ばれていくわけです。で、このうずまさんのたくさん並ぶ映画会社の中でもですね、燦然と輝いたのが日活うずまさ撮影所、後の大映京都撮影所です。そろそろね、西岡さんに近づいてきましたけれども、ここにね、登場するのが西岡さんです。明治、大正、昭和ときて、戦争が終わった1948年、西岡義信さんが大映京都撮影所に入所されるわけです。で、ここからはね、西岡さんのお仕事を通して、うずまさんのね、映画作りのことをご紹介したいと思います。で、西岡さんがこの大映京都にやってこられる1948年、これは大映京都に世界を、ね、注目する前夜のことです。まあ、大映京都、日本の、ね、映画に世界が注目したのは、なんといっても1950年の羅生門。これがベネチア国際映画祭でグランプリに輝いたことですね。その羅生門も大映京都撮影所で撮られていますけれども、その直前、2年前に西岡さんは大映にやってきます。西岡さんですね、今日ご遺族の方もいらっしゃってるんですけれども、もともとは奈良のご出身です。奈良の飛鳥村のご出身でいらっしゃいます。そしてご実家は材木商を営んでいらっしゃるので、ね、いいとこのボンですね。このね、坊ちゃんで暮らせられます。で、大学時代は東京で過ごされて、画家になりたいという夢もおありになったらしいですけれども、まあ東京の、ね、大学で過ごされて、そしてそこで学徒動員として、海軍将校として大陸の方に渡られます。
そして大陸で終戦を迎えるんですけれども、そこから2年間ソ連で抑留生活を送られます。捕虜になられるわけですね。そして、戦争が終わって2年後に帰国をされるんですけれども、そこで何をしていたか、実はですね、アメリカ陸軍の防潮部隊の仕事をしていたらしいです。なんだそれということなんですけども、何してたんですかっていうと、スパイや、ね、スパイをしてたらしいですよ。なんかどんなことしてたんですかっていうと、紙のなんかメモをもらってメモを持っていくんやみたいなね、かなりやばい仕事をされていたようなんですけれども、なんかそういうことをされていたらしい。謎ですけどね。で、しばらくそのスパイ活動をされていて、ある日ですね、なんかそこから足を洗うというか、その仕事を辞める段になって、GHQ から追われる身になったというんです。西岡さんから聞いた話ですけれども。で、GHQ から追われる身になって、もうどこに隠れていいんやろね。GHQ なんて、もう強大な力がこう迫ってくる中で。もう途方に暮れていたところ、大阪の心斎橋あたりで、保留時代の、ね、知り合いだった、その方とばったり出会われます。これ足立信夫さんという、ね、映画監督で、当時大映の、ね、京都撮影所で映画監督をされていた足立さんという方とばったり出会われるわけです。西岡君久しぶりやな、どうしたんやってね。いや私ちょっと今追われてますね、もうどこに隠れていいかわからへん。そしたら渦正の大映来たらどうやって、大英はもうほんまにもうね、若者が出入りしてて、もうそんなん君一人来たぐらいでもう分からへんで、ね、潜伏先としてはちょうどええでと言われたとね、そのように聞いていますけれども、そしたら、ね、じゃあ渦正行くかということで、1948年に西岡義信さんは大英京都撮影所にやってきます。で、まあ、西岡さん、その当時のね、西岡さんが来た時代の大映なんですけれども、大体4本ぐらいの、ね、作品を同時に撮影していたそうです。10日に、ね、1本ぐらい新作ができる。まあ本当にね、ものすごくこう映画をどん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 作っていたんですね。で、西岡さんはですね、絵が得意だったということで、美術班に配属になるんですけれども、そこで初めて美術の助手として、疲れた作品がですね、これもすごくラッキーだと思うんですけれども、伊藤大輔監督、坂東妻三郎さん主演の王将、ね、皆さんご存知だと思います。坂田三吉のね、消費者誌の話です、はい。ありがとうございます、ね。知ってらっしゃる方いらっしゃると思いますけれども。でですね、伊藤大輔監督っていうのは、もう超カリスマ、もうその当時ね。で、戦前戦中からもう残人残馬券とか、中次旅人気とか、素晴らしい剣劇を取られた、もうカリスマ中のカリスマ、信氏のようなとか、ね、研究者のような、そんな存在感たっぷりの監督だったらしいんですけれども、西岡さんは全然知らなかった、ね、人らしく誰やそれみたいな感じだったらしいです。ほんまなんでしょうか。でも、まあ、坂妻は知ってる。坂東妻三郎さん、渦正のパイオニアですよね。坂妻は知ってるということで、そしたらこっち、ね、王将組行くわということで、王将でね、初仕事をされたそうですよ。で、何をしてたのかも何にもね、分かんないですね。もう右も左も言葉も分かんない。で、何してたんですかというふうに聞くと、なんかね、新世界のセットの後ろでこう、ね、汽車が通る、それのこう、ね、後ろでこうかがんで、煙出してたっておっしゃってました。10本で、ね、私も確かめたんですけど、確かにそのシーンがある。向こうの方にこう、ね、煙、もうあれをね、西岡さんが腰からめてこうね、ふいごやったはずだと思うんです。ちょっと笑えるんですけど、皆さんもぜひね、見ていただいて、これ西岡さんが煙出した範囲だなってね、見てほしいんですけれども、まあ、そんな感じでもうね、もうよく言えば天然、もう悪く言えばちょっとおおらかすぎる感じで、でもそれがね、逆に監督たちにすごく愛されてですね、西岡さん。実はその、ずいぶん後の話になるんですけれども、伊藤大輔監督は亡くなられる前に、自分がね、もう一本撮りたいんだということを西岡さんに相談されてます。これ、法隆寺の夢殿を建てて、そこで聖徳太子の、ね、話が撮りたいというふうに伊藤大輔監督はおっしゃっていたそうです。
そして坂東妻三郎さんに至ってはですね、ご自分の嵯峨野のね、家を西岡さんにね譲られてるんです。後でねぜひその写真も持ってきましたので見ていただきたいんですが、まあ、譲るというかね少し、売却なんでしょうか、譲るなんでしょうか、とにかくね、坂東妻三郎さんの宮邸がね今西岡邸になってます。すごく広かったので一部だけ買われたというふうにおっしゃってましたけれども、ということで、はい、こんなふうにね順調な映画人生が始まって、わずか4年で、一本立ち美術監督として西岡さんは一本立ちをされます。でですね、一本立ちをされて、2作目の、ね、作品、あの手この手だったかな、ここでもねすごくラッキーな出会いをされています。これ誰と出会われたかというと市川崑監督ですね。市川崑監督というのは皆さんもご存知の通り、もうこうもちろん正当な時代劇も撮られますけれども、現代劇もねたくさん撮られて、すごくモダンなねちょっと変わったおしゃれなセンスの持ち主ですね。ですから本当にこう正当な時代劇、伊藤大輔監督のようなそんな感じの方とちょっとシャレっ気のあるシャレたね、センスのある映画を撮られる、市川崑監督、こういうね監督と本当にこう映画人生をスタートされた私の時に出会われている、そして生涯のね友達でいらっしゃった仲間であったということは、非常にね幸先の良いというか幸せなスタートだったんじゃないかなと思います。ちょっとねここから実際にちょっと、映像というかスライドをね見ていただきながら、せっかくですのでちょっと用意をしますね。どうしようかと思いました。これね、松竹京都撮影所の中で写したのかな、15年ぐらい前のねこれ西岡さんの映画、ちょっとやっぱりねさすがちょっとおしゃれですよね、はい、こんな感じで、よいしょ。あ、これですね、今うずまさ中学校の正門のところにある大英京都撮影所の正門の看板ですね。皆さん懐かしい、あの場所はですね、大英京都撮影所なくなってしまって、今中学校とかマンションとか家になってしまったんですけれども、このね、看板というのはほぼ大英京都撮影所があった時にあったところにねあるそうです。はい、そして西岡さんのね仕事にちょっと入っていきたいんですが、大英京都撮影所の、まあ、映画の特徴の、ね、第1位はですね、驚きの実寸再現です。驚きの実寸再現で、この映画はですね1953年の衣笠貞之助監督の地獄門ですね。で、これ西岡さんの、ね、名を挙げて、まあ、西岡さん自身の自信にもなった作品だと思います。これ地獄門というのはその3年前の羅生門の、ね、成功にあやかって門っていうのがね、こうなんていうかラッキーみたいなね、門とつけといたら何か取るんちゃうかということで、作られた作品本当にねこんな、原作はね菊池寛さんの今朝の両親夫という作品ですけれども、で美術のメインは雨月物語を、ね、手掛けられた伊藤喜作さんがメインなんですが、このタイトルシンボルでもある地獄門を任されたのが西岡さんですね。で西岡さんこれがスケッチデザイン画なんですけれども、内側に、ね、地獄絵が描かれてまして、これ、上賀茂神社の、ね、奥のところに東大寺の天外門をモデルにした門、これを道具さんとか、ね、宮大工さん、道具さんたちが3週間、ね、かけて建てられたそうです。でですね、実際の映像、あ、これちょっとねぼやけてますけれども、これ実際の、ね、映像ですね、映画でねちょっと撮ったその映像ですが、これ大英初のカラー作品ですね。そして、ラッキー、本当にラッキーなんですけれども、翌年のカンヌ国際映画祭のグランプリですよ、皆さん。三大映画祭のグランプリを取ってます。そしてアカデミー衣装デザイン賞を取って、もう大変評判になりました。ちょっとね、濃い感じの色使いなんですけれども、紫とかがものすごく強く出てるんですが、それがなんかね、東洋的だというね、評価、何が評価になるか分かりませんけれども、このカラー調整もね、洋画家の和田三蔵さんとかがね、関わっていらっしゃる作品。で、あ、
内側の地獄へ、ちょっと分かりにくいですけど、長谷川和夫のね、左のところに地獄へ、ちょっと分かりにくいです、ある。これがね、西岡さんも書かれた作品だそうです。そして次の作品なんですけれども、これね、門シリーズですよ、また。羅生門、地獄門ときて、門はもうほんまに縁起がいいということで、作られた朱雀門という、ね、作品です。1957年。幕末秘伝物で北条和宮というね、川口松太郎さんの原作のものですけれども、市川雷蔵さんとか若尾綾子さんとか山本富士子さんもね出てらっしゃる、作品で、森岡和夫ね監督です。でですね、これ何がというと、これ京都御所ね、そこの宮内庁の協力で、実寸してね、これ実寸大で大英の京都撮影所の中に建てた、これ指針でそのまま建てたんですよ。すごいですよね。でね、そうこれね、8階建てビルぐらいの大きさがあって、この京都新聞のビル8階建てですよね。そうこのねビルぐらいのを建てたらしい。すごい。もう会議こうやってね、振り返ってこのぐらいのもん建てたんかと見ていただきたいんですけれども、で私がですね一番びっくりしたのは、これ実際に私見てみたんですよ、映画。これね、十数秒しか映らないんですよ。これ、ほんまですよ、皆さん。20秒いかないくらいに、バーッとこうね、遠くからメーってきて、このままスーッて入っていくんですよ、あの中。それでこう、終わりみたいなね。もうそれは本当にこう、見事というか、無謀というか、ね、これスレスレなんですけど、ちょっと無謀の方ね、これちょっと大映がこれからこう傾いていく。ちょっと予想。いやね、はい、そうですね。素晴らしい。作品ですけれども、あ、これね、何も撮りませんでした。そこでもうシリーズ終わりですね。はい、残念。で、次、あ、これね、これも私よく紹介するんですけど、炎上ですね。1958年、市川本監督のね、素晴らしい作品。市川雷蔵さん主演の炎上です。これ三島由紀夫のね、金閣寺が原作なんですけれども、この金閣と、収穫寺というふうに物語では言ってますけれども、西岡さんはこの銀閣と金閣をね、こう合併したようなこのねオリジナルの楼閣のデザインになってます。ちょっとスリムな感じのねデザインになってます。そしてこれ、はい、これ広沢の池、大閣寺の広沢の池に建てた実寸大のね楼閣、金閣のね収穫寺の楼閣ですね。手前にこれね市川雷蔵さんいらっしゃいます。でもう一つね、建てました。この作品ではもう一つ。これね、桂川に建てた延長用のね、2分の1サイズのセットです。延長を申すためのやつですね。西岡さん、これ若き日の西岡さん。そしてこれ可愛くないですか？ベレー帽がとっても似合っている。宮川和夫さんですね。名カメラマン。そしてこれ、あ、この時からもうタバコ壊れてるわ、みたいなね。市川本監督。ね、あまり変わらない感じで、すごくいい写真ですけれども、でこれをね、模すわけです。で、このね、楼閣の取材っていうのは、まあ、いろいろこう資料もあるので、そんなに難しくなかったんだけれども、西岡さんたちがこだわったのが、物語が展開する栗の中のね、を再現したいというのを西岡さん思ったわけです。だけれども、栗というのは一般の人入れません。それで、この金閣寺というのは寺の腐敗をテーマにしているので、非常に寺側はね、それを映画化するということについては全く協力的ではないわけです。でそこで西岡さんどうしたかというと、古美術研究会というね、偽の団体を作ってですね、ちゃんとこう名刺も作った。これ犯罪みたいな感じです。で、何人かに置いてね、あのこう私ら研究者なんですけれども、中身してください。ね、でこう引きつけてる間にも撮りまくってね、写真を、そして、ね、こんなに綺麗な栗の中のデザインをあげた、ね、これ栗の中の本当にねびっくりするぐらい忠実なデザインらしいです。で、まあ、本当にこう金閣寺の人見に行ってびっくりだったらしいんですけれども、栗が忠実に再現されているのと同時に、なんかねそこでね、なんか映画で出てくるんですけど、箱にね車をつけてこう、ね、なんか物を入れてこうね、ビロビロって行くでって言ってゴロゴロゴロって転がすような箱車を金閣寺で使っていたらしいんですよ。でそれまでに再現をしたらしくて、誰やこれで箱車のことを言ったんだ
ね、もう本当にこう謎ですよね。はい、すごく騒ぎになったということ、事故やからっていうね、よくお話しされてました。で、ちょっと変わり種のところでは、よいしょ、あ、これにちょっと分かりにくい栗の中ですね。で、変わり種の実寸再現、これね、女と海賊っていう、ね、作品、伊藤大輔監督の女と海賊なんですけれども、原寸大の海賊船ですね、これ、ここにですね、鉄球が入ってる。そしてここに男たちが8人いて、で、違う側にも8人いて、ね、うねらせながらこうね、撮影をしたっていうんですよ、もう本当に。で、主演は京町子さんなんですけれども、京町子さんで、ね、ずっと内容をされていたそうです。本当にね。そして次が、あ、これちょっと珍品ですけどね、合掌造りも作っちゃったよっていうね、これ面白い、1969年の岡本喜八監督、さすが岡本監督、これね、用心棒と座頭市っていうね、座頭市と用心棒かという作品で、ここに宮川さんがいて、岡本さん監督ここにいらっしゃいますね。ということでね、ちょっと、また後で少し続きがあるんですけれども、まあね、本当にロケをするよりも建てる、ね、実寸大で建てるというのが、その当時の大変のやり方ですね。まあ、ロケというのはやっぱりこう制限もありますし、時間的にもね、夜が来たら止めなければならないので、まあ、セットを建てちゃおうということだと思います。そしてですね、まあ、大映の映画の特徴のね、2番目、これは何といっても本物志向です。やっぱり、ね、大道具だけではなくて小道具に至るまで本物志向で、そこで本物が使われることで、まあ、西岡さんの神秘眼みたいなものが、ね、磨かれていくわけです。で、例えば衣笠猿之助監督はすごく、ね、作庭が得意だったらしいですよ。撮影所の中で、ね、セットでこう、ね、庭を作るらしいです。そこに松の木を置いて、そこに泥を置いてちょうだいって言って、ね、自分でこう作庭をしていかれたそうです。で、伊藤大輔監督もね、非常に骨董とか古美術に詳しい方ですね。その方々のそのメガネにかなうように、まあね、小道具の担当の方なんかが本当に素晴らしいものを、ね、こう撮影にこう用意されるわけですね。そしてもちろんセットには宮大工さんたちが協力するし、まあ、着物とか工芸品なんかはもちろん京都の産業界がね、伝統工芸会が協力します。そして時代考証なんかには京都大学の、ね、研究者たちが協力します。そして美術家たちね、よく言われるのが京都の美術家たち、大英との、ね、関係が深かったのは海野翔太直人さんなんかが、ね、よく登場しますけれども、美術家、まあ、とにかくね、京都の各界の第一線の方々が結集してね、映画の映画作り、映画美術を支えたわけですね。で、大英映画というのは、まあ、京都の、ね、伝統とかその研究成果をこう体現しているものですね。まあ、本当にこう映画が町の、ね、総合力の証と、ね、言われるゆえんだと思います。で、なぜ、ね、本物にこだわるのかということなんですけれども、もちろん、ね、実寸大とかもありますけれども、自己満足っていうのもあるかもしれないんですが、まあ、西岡さんがおっしゃってたのは、たとえ、まあ、実寸大は実寸大でありますけれども、たとえ一部分であってもね、本物を見せることで、ちゃんとね、観客は全体を頭の中で想像してくれるんだっていうんですよ。本物のね、世界を見せる、一部を見せることで、こう全体をちゃんとね、観客は頭の中で再現してくれるんだというふうにおっしゃってました。だから、まあ、CG でね、こう全部見せるっていうのがね、流行ってますけれども、いやいや、観客ってもっとね、聡明なんだよって、ちゃんと作り込んだものを見せれば全体を頭の中で再現してくれるんだよ。だからね、本物を使うことが大事なんだというふうにおっしゃってました。はい、ということでですね、これまで結構順調に、ね、仕事順調、西岡さんも順調に来てるんですけれども、なのに、ね、あえなく、大英京都撮影所というのは1971年に倒産をしてしまいます。でその、ね、2年前、69年には、なんかそれをちょっとこう暗い、ね、こう忍び寄るそういうものをこう予兆を感じさせるように、カツライスの、ね、看板のお一人だった市川雷蔵さん、この方、69年の7月17日ですよね、山鉾巡行の日にお亡くなりになったりします。
で、その当時というのはもちろん娯楽がね、市民の娯楽というのがテレビに、ね、映っていく、まあ、そのさなかですし、そしてやっぱりね、永田ラッパーと言われた永田正和社長のね、なかなかこう経営をあーんと出してこうどんぶり的なおおらかなね経営っていうのがちょっとね大変を圧迫していったんだというふうに、ね、思います。だけれどもここでやっぱり問題になるのが、当時の素晴らしい大英京都の技術人たちが、大英京都がなくなることでどうなるのかっていうのが、ね、大問題だったわけです。まあ、カメラマン、先ほども申しましたけれども、宮川和夫さんのね、無法松の一生とか、羅生門とか、雨月物語、地獄門、これを撮られた素晴らしい、ね、カメラマン、そして森田ね、藤尾さん。大魔人であるとか、佐藤一シリーズで本当に情感あふれる、本当にね、実際にかっこいい方なんですけれども、そんなカメラマンの方、そして羅生門のライトをされた岡本健一さんとか、中岡ね、健吾さん、そして録音、大谷巌さんとかも、そして監督もね、三角健二さんね、本当にこうイブシーンのような三角健二さんとか、またご存命で活躍されている池広和夫監督。もう本当にたくさんの方がいらっしゃって、この人たちが大英がなくなることでもう散ってしまうのは惜しい、ね、当時ドラマの小林文次郎の撮ってらっしゃった大英で撮っていた地下本監督の呼びかけなんかもあって、そして大英京都はなくなるけれども、技術集団である映像京都というのが、ね、結成されるわけです。そして西岡さんが映像京都の代表になられるわけですね。で、そしてこの映像京都によって時代劇を京都で撮る上で、この大英の技術力がこう離散せずに済みました。そしてまあ映像京都によって、まあ映画会社のね垣根を軽やかに超えて、映画で、京都で時代劇を撮るということがね、イコール映像京都と一緒に仕事をするっていうね、なっていくわけです。そして西岡さんもミスター時代劇というね、呼ばれるようになっていきます。で、西岡さんが映像京都の代表になられたってね、これものすごく大きいんですよ。実はですね、そのこう映画の人たち、映画で働くよく活動屋っていうふうに言いますけれども、この人たちというのは職人、固いんですよね。で、よく言えばすごいやっぱり個性的で一本気。だけれども、まあ、悪く言えばちょっと頑固でね、そしてまあ妥協下手っていうんですか ね、それはもう仕事しようと思ったらそういうことだと思うんですが、でそのね、西岡さんはすごくその個性派集団をまとめて冷静にね、映画作りのこう実見を捉える、そういう方だったと思います。よくね、まあ笑い話、これも笑い話なんですけれども、永田正和社長がね、当時の、みんなにね、ちょっと西岡君みんな来て、何ですかって言ったら、これ、わしの隠し財産やね、これで映画撮ってくれって言うね、なんか永田社長がご言うたらしいです。そしたら宮川さんとかは、そんな汚い金で映画撮れへん、そんなもん、返せ返せ。そこにね、登場した西岡さんが、ええやん、これもらっとこう、これで映画撮れるやん。それちゃんとこう、みんなが怒っているところを冷静に映画作りのための資金にされるわけです。実際にね、やっぱり小林文次郎というのは継続しましたし、まあ、勝プロとかと組んで小鶴栄養とかね、顔役とかそういうのが完成していきます。で、映像京都のね、そして、功績のもう一つはね、京都映画塾というのを、ね、作られたことです。で、10年間ぐらいだったんですけれども、映像京都が中心になって松竹京都撮影所の中にね、学校がありました。で、大映はなくなったんですけれども、映画作りの技術というの、大映の映画作りの技術というのを、まあ、伝える学校ですね、塾でした。で、やっぱりこう撮影所ってやっぱり学校的な役割も果たしますよね。ですからそこがなくなるということは、志のある若者が学ぶ場所がなくなってしまうということでもありますね。そこはやっぱりこう着実に伝える、そういう学校を作られました。そして2部に登場される、山下智彦監督率いる京都組、ここの出身者、京都映画塾の出身者が、ね、非常に多いです。
カメラマンもいらっしゃいますし、演出の方もいらっしゃいます。美術もね、たくさんいらっしゃいます。さて、まあ、大映から後の話なんですけども、皆さん今日ね、欲張りした西岡さんの経歴のやつがあるんですけれども、これでね、ちょっと見ていただくと、以上を元して大映作品の後の71年からが映像京都の作品ですね。見てください、本当にもうね。映像京都で西岡さんが手掛けられた作品というのは、もうきらぼしの、ね、ごとくですよね、素晴らしい。もう京都の映画史と、ね、言ってもいいと思います。市川崑監督は、まあ、ドラヘイダとか母ちゃん、勅使河原宏監督、華道家でもいらっしゃいますけれども、利休とかね、郷姫を撮られました。篠田正宏監督、槍のゴンザ、そして瀬戸内少年野球団、フクロウの城、岡本喜八監督もね、すっけだちやすけろく、深作健二監督もね、忠臣蔵外伝とかおもちゃを、ね、撮っていらっしゃいますし、大島渚さんはごはっと、そして山田洋次さんは黄昏聖夜、もう素晴らしい作品ですね。で、これからちょっとまた写真でご紹介したいのは、五社英雄さんですね、五社英雄監督。これ、女のね、情念を描かせたらピカイチなんですけれども、よいしょ、どこ行ったかな。で、これ、西岡さんとは、よいしょ、これね、吉原炎上のね、スケッチ、美しいスケッチです。で、大映時代のね、人斬りという作品。で西岡さんに出会われて、そして映像京都時代はもうほとんどね、ずっとこう一緒にされてます。雲霧仁左衛門、今ね、監督も、山下監督も NHK でね、されてますけれども、雲霧仁左衛門とか、桐生院の花子の生涯、桐生院花子の生涯、このね、作品で初めて西岡さんは東映京都撮影所に足を踏み入れたらしいですよ。桐生院花子の生涯、陽気楼、吉原炎上、226、肉体の門、かげろう、ね、そして遺作が女殺し、油の地獄ですね。ほぼ全作品を西岡さん、そして森田不二雄カメラマンと一緒に作ってらっしゃいます。これスケッチ、私がね、初めて西岡さんのスケッチ見たものの吉原炎上だったんですけれども、これですね、琵琶湖畔に全長300メートルぐらいの吉原の町、ね、江戸の町を再現されます。江戸明治から、で中心はね、よいしょ、あ、これ実際の、ね、ですけれども、中梅楼という、ね、おしゃれな、3階建てですかね、西洋風の白いバルコニー、擬洋風っていうんでしょうか、のバルコニーのある3階建て、色ガラスをふんだんに作ったね、モダンな感じです。明治末期ですね。明治末期の吉原というのは、まあ、日本建築にちょっとアールヌーボー風の装飾をしてますね。でこれは、あ、夜の風景。光が入ってますけれども、あ、これ吉原大門ですね。ここを通って、ね、女たちがこうね、光ったりする、すごく象徴的な門ですね。で、これをですね、吉原炎上ですので、まあ、一気に燃す、ね、これすごい、一気に火が回ってものすごい爆風だったらしいですけれども、一気に燃やしたというふうに聞いています。で、まあ、別紙のね、ところ、これで最後かな。別紙のところでは最後は、大仏開眼、ね、最後の忠臣蔵というふうになっていますけれども、亡くなるね、本当に数年前まで、例えば、鬼平犯科帳なんかは、西岡義信さんが必ず監修をされていました。これね、2009年で途絶えてますけれども、あともね、ずっとこう、作品を手掛けられていました。そして、あ、今日忘れました、去年皆さんにお配りしたこれたち、西岡さん自身が作られていた自分の経歴表です。それをね、コピーをさせていただきました。それで、ね、こういうふうに自分の経歴すごい大事にされる方でした。ちょっとね、せっかくですので、西岡邸とかを写して、あ、そう、これね、坂東妻三郎さんの旧宅の西岡邸のね、玄関ですね。よいしょ。そしてこれね、玄関、梅の花が咲いてて、ここにね、しだれ桜があります。そして、なんかね、茶室の一部、すごく広い邸宅の中の茶室のね、一部のところを自分のね、お家にしたというふうにおっしゃってましたけれども、このしだれ桜がとても綺麗ですね。そして、よいしょ、あ、田村亮さんですね。ごめんなさい。この方、だから田村兄弟
正和さんとかね、田村正さん、どなたでしたっけ、お兄さん。ありがとうございます。高島さんね、4兄弟、そうそう。ちょっとすみません。助けられてます。皆さん、ここで小さい頃を過ごされてますので、非常に懐かしい。時々ね、西岡さんの訪ねられて、まあ、幼い時のね、桜の木が残ってるというので、本当にね、喜んでいらっしゃったそうです。そして、あ、これね、西岡さんの、お家の中の西岡さんのデスクですね。これ、お気に入りの、これね、ずっと使ってらっしゃった筆立てですね。そして、今の写真もあります。あ、今、これね、ずっと西岡さんがいらっしゃったところは、皆さんですけれども、ここにこうね、ずらっとこう並んで、これね、トロフィーですね。この辺も立て。で、この辺も多分ね、あのなんかこう、縦類ですけれども、置くとこないぐらいね、もう本当に西岡さん仕事されるたびにこういろんな賞を取られてましたので、ずらずらずらって並んでます。もっとたくさんあるはずです。で、最後が、はい、これが 京都映画塾の、ね、皆さんと一緒に撮られた写真です。はい、これちょっとね、あのこうポーズしていただいたと思いますけれども、ね、カメラを覗いてらっしゃるアリシーの西岡さんです。さて、まあ、この、ね写真をそのままにしながら、まあ、第1部のまとめとしてもう一度ね、なぜ西岡さんがミスター時代劇と呼ばれたのか、京都の時代劇を背負うような存在になられたのかということをちょっとね、振り返っておきたいと思います。まず第一に、それはもちろん、優れた、ね、技術者であり、優れた美術デザイナーだったからですね。大英京都とか映像京都の作品というのはもちろんね、京都が舞台のこともありますけれども、京都が舞台の、物語ばかりではないですね。八甲物語とか炎上とか、炎上じゃない、吉原炎上とか226とかは東京ですし、あと長崎ブラブラ節っていうのもありましたし、黄昏聖霊は東北の方ですよね。ですけれども、やっぱりこう京都の街の、先ほども言いましたが、総合力をね、駆使してその時代劇の世界観を作る、そういう、ね、奥行きのある美術だったんじゃないかと思います。正確なのはもちろんなんですけれども、なんというかな、こう匂い立つような、そんな雰囲気を醸すセット、美術、映画、これはね、京都以外では決してできない映画だったんじゃないかなというふうに私は思います。で、2番目の、ね、理由、ミスター時代劇と言われた2番目の理由は、美術監督としての仕事の、ね、特徴もありました。映画の、ね、皆さん経費の中で一番お金がかかるのがセット代です。ですので、最も大きいのがセット代ですので、美術監督というのはセットのデザインをするのはもちろんなんですけれども、だいたいね、映画制作の要として、その企画が実現可能かどうかっていうのがこう、ね、計算できるわけです。で、まあ、そこからが、まあ、裁量もあるんですね。裁量もあったと思います。連続してこう、ね、仕事を受けることで、そしてセットをね、そのまま融通するわけではないんですけれども、なんかこう、たとえ予算が限られていたとしてもね、何かこう、企画を、映画をね、実現させる、それをこう、現実的に、そして俯瞰的にね、眺めることができた。現実的に捉えることができた、それがね、西岡さんの美術監督としての仕事だったと思います。で、後年ですね、美術監督だけではなくて、プロデューサーとしてね、非常に活躍されるのも、そういうね、理由があったからだと思います。そして、まあね、性格とか、やっぱり人間の力みたいなのも、やっぱり非常にね、西岡さん大きいです。非常にね、行動力のある人です。ものすごく有名人になって、重鎮になられた後も、自ら本当にセールスマンとしてよく東京にね、行かれてました。もうね、座して、うずまさの奥座敷でチーンって待ってるっていう、そんなタイプじゃ全然ないですね。東京に行って、まあ、フジテレビだとか、NHK だとか、角川映画の偉いさんに会うとかね、非常にこう、セールスマンとして活躍されて、こうね、企画を京都に引っ張ってこられる。同じやったら京都で撮りましょうな、みたいなね。そういう活動をされていたと思います。そしてすごくね、腹痛の人です。もうネバーギブアップの人で、これは私、やっぱりね、
捕虜として2年間抑留生活、抑留体験されたというのがすごく大きいと思うんですが、2年間ね。やっぱり命からがら、もう本当にこう、抑留先では結構ね、いろいろ楽しいこともあったらしいんですけど、移動中とかはね、凍える中を移動して、本当に死ぬかもしれない。そういう経験されているので、非常に肝が据わってます。なんか胆力がある感じ。ですので、例えばね、やっぱり映画というのは、時間をかけてずっと準備したのに、ダメになってしまうことも、ね、時折あるわけです。だけれども、西岡さんは絶望しないんですね。いやもうこの一本取れになったら、あかんっていう感じではなくて、もう必ず、あ、そうか、受け入れて、次のチャンスを、ね、待つ、そして必ず掴むっていうね、そういう、こう、なんか、弾力があったように思います。そして、最後なんですけれども、これ私、西岡さんが亡くなられた時も、新聞で書かせていただいたんですけれども、本当にたくさんの人からのバトンをね、受け取っているっていうのがね、本当に大きかったと思います。まあ、有名なね、監督、山根洋次さんであったり、市川崑さんであったり、大島渚さんというビッグネームであっても、やっぱり京都で時代劇を撮るっていうのはね、並大抵のことではないです。お金もかかるしね。ですので、やっぱりなかなか思いついてすぐ取れるわけではないです。ですので、初めの方にも言いましたけれども、伊藤大輔監督が法隆寺の夢も、夢殿をね、セットで建てて聖徳太子の映画撮りたい。けれども、ね、命が尽きてしまった。例えば、勅使河原宏監督は、次の作品もね、富本健吉さん、陶芸家のね、あの方の作品を撮りたいというふうに思ってらっしゃったそうです。うん、あかんかった。で、五社秀夫さん、この方もね、3匹の侍をね、面白かったでしょうね、撮りたいというふうにおっしゃってて、かなわなかった。岡本喜八さん、素敵なおしゃれな監督さん、山田風太郎さんのね、幻冬辻馬車、面白い作品ですね、を撮りたかった。もうロケハンもしたそうですけれども、大変だった。あと一本取りたいというふうに思って叶わなかった。そういう人たちのね、なんかこう思いというのを西岡さんはね、本当にいっぱい携えながら、まあ、本当にこう一生懸命最後まで現役をね貫かれたんじゃないかなと思います。ゆかりの深い監督から京都で西岡さんたちと一緒に映画作りしたいというふうにね思ってらっしゃった。取りたいんだっていうそういうバトンを受け取って。その思いというのが西岡さんを突き動かしたというふうに思ってます。西岡さん、合ってますか？ちゃうちゃうって、合ってますよね？はい、合ってるって言ってあります。わかりませんけど。そしてですね、その西岡さんからバトンを受け取られたのが、まあ、第2部で登場される、ね、京都組の山下智彦。監督だと思います。西岡さんからね、取ってくれや、ね、続けてくれ、時代にというバトンを受け取っていらっしゃるのが第2部の登場される山下さんです。で第2部はね、これちょっと趣向を殺しまして、実際に三谷製材もね、そこにポスターが貼ってありますけれども、その台本を、脚本をね、見ていただきながら、臨場感あふれる京都での映画作りのね、最前線のお話を伺いたいと思っています。では、私のお話はここまでいたします。どうも本当に皆さん、時々ご協力していただいてありがとうございました。ありがとうございました。